オナラスカはアメリカ合衆国ウィスコンシン州西部に位置する都市。ミシシッピ川をせき止めて作った人造湖、オナラスカ湖のすぐ下流の東岸、ラクロスの北に隣接する。人口は一万七千七百三十六人、地域面積は二十六点二四平方キロメートル。ラクロスと共に形成している都市圏はラクロス群及びミシシッピ川対岸のミネソタ州ヒューストン郡のに、 軍にまたがり、人口133,665人を数える。オナラスカは1851年、ニューヨーク州出身のトーマス・ジーローによって創設された。オナラスカという地名は、1799年に、スコットランドの詩人トーマス・キャンベルが出版した、長編詩『ザ・プレジャーズ・オブ・ホープの中で、ローが好んだ一句、ザウルフ・エスロング・ハウル・フロム・ニラスカ。 エッショアーに由来している。なお、本校で述べるウィスコンシン州、オナラスカ市の他には、オナラスカという地名は、テキサス州及びワシントン州にある。オナラスカは創設されるとすぐに、製材業で発展した。オナラスカの気候は、雨が多くやや暑い夏と、寒さの厳しい冬に特徴づけられる、大陸製の気候である。ペンの気候区分では、 オナラスカは艦隊湿潤気候に属する。気候の詳細については、ラクロス気候参照のこと。以下に、オナラスカ市における1880年から2010年までの人口推移を表及びグラフでそれぞれ示す。ありがとうございます。